こんにちは。今日はですね、タープですね。タープの穴をですね、開けたいんですけど、ふっかちゃん。ふっかちゃんがコメントくれまして、早速、買ってきました。タープに穴開けるこのね、ハトメというこれを使って穴をね、開けていきたいなと思います。ちなみに高価な素材には使用しないでくださいって書いてあります。あれ効果ってどのくらいのことを言うんでしょうかね。あれそんな効果じゃないので大丈夫だと思いますけど、下穴サイズは12ミリ。あれに下穴を開けて、これね、これハトメって言うんですね。知りませんでした。初めて知った。よかった。これをタープの、2箇所に開けて、でもね、反対側にちょっとね、電気をぶら下げたいので、1個、2個、全部で4箇所穴を開けていきたいなと思います。まあ、カナビラと、で、家の方と、タープを引っ張るのはね、太いゴム。あそこ、2個。間に2個なんで、ちょっとこのぐらいのやつを買ってみました。バンジー丸ゴム。30センチの長さ。規格は10ミル。こんなものでヒャヒャと気軽にあそこの真ん中2つは、つなげたいなと思います。こんな感じでですね、タープの穴を増やして、もうちょっと補強していきたいなと思います。じゃあレッツトライ。でこうですね、今こっちがあっちで、2箇所しか止まってなくて、ここの真ん中2つが穴がないので、ここに1つここに1つ開けてゴムで突っ張ると、そしてここに1個2個と開けて S 字フックかなんかでライトを吊るせるようにしたいなと思ってます。昨日できなかったんで休養ができまして、急に2日目です。これやっていきたいと思います。開けるところのポイントを点つけて、目印つけておきます。まず下穴を開けて、これで穴を開けます。ところにこうだね、はい、こうでいけるのかな。開いたよ。穴開きました。すげえ。開いた。これを4箇所開けます。はい、4箇所開けましたので、次は金具を取り付けると。裏、こっちが表面と裏、こういうこと。これがこう、表だからこういうことか。こうちょっと穴を奥に開けちゃったからあれか。そんなことでも言ったって。あ、ついたよ。これついた。大丈夫なのかこれ。すごいね。はい、ついた。でこれをあと4箇所。はい、無事ハトメを4箇所つけました。しかし1箇所失敗しちゃった。これキャー、これが壊れる原因ですね。はい、よし、じゃあつけて、つけよう。
カナビラ。よし。そしてこの電球をねつけます。こんな感じです。補強とライトつけて夏バージョン。じゃあライトつけたらこうなります。はい、ということで、夜夕方になってきたので、今度この電球つけたやつ見てみたいと思います。じゃあ電気つけます。とってもいい雰囲気になりました。どうですか。はい、こんな感じでぐるっとちょうど一周回ってます。これコストコで買ったやつ、コストコでよく見るやつ。はい、カナビラでここ吊るしました。穴開けてこんな感じです。で、昨日はここで夜バーベキューもやりました。あ、どれ上手。さっきはUNOやって遊んだりデュエマやったりして遊んでます。とってもいい感じです。ってことでタンプ補強、教えてくれてありがとうございました。